どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。はい、本日はこのね、ちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレなんですけど、初めて使います。クラシックシリーズ、今回新発売になったウクレレを使っていろんな曲に挑戦しようと思います。さあ皆さん、音楽始めましょう。今回取り上げたい曲はですね、もう世界中に笑顔を届けているヴィンテージソングをお届けします。はい、こちらです。ドン。マリリン・モンローさんが歌った、お熱いのが好き。英語のタイトルは I wanna be loved by you。 こちらの曲知ってます？これ聞いたことあると思いますよ。でででで でんでんでで I wanna be loved by you。 この曲です。これ CM でも流れてるし、もうこれも世界中にね、もう本当にね、なんていうのかな、こうラブリーなムードをもう撒き散らしている、もう名曲中の名曲。このちっちゃいウクレレで思いっきり奏でていきましょう。英語ですけど、結構楽しく簡単にできると思います。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはね、ちょっとレトロビートを使って、あの時代感、なんかこうね、白黒っぽいような、ちょっとなんかこうカラフルなような、あのレトロな感じ再現してみようと思います。ちょっとね、面白いフレーズも入ったりするんで、かっこいいバージョン必見ですよ。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいと思ってたんだけど、全然チャンスがなかったやったことないんですという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんだけど難しくてね、もう私諦めたんですという方が、あっと今にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるというガズレレオリジナルプログラムがあります。このプログラムめちゃくちゃ簡単で分かりやすくて楽しくて、どんどん上達できるんで、今もう全世界中の方が何十万人もガズレレで音楽始めてますよ。皆さんにもすぐできますからね。はい、もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、どんな方でもあっという間にすぐできるようになりますよ。めちゃ楽しいですからね。はい、じゃあこのプログラムのリンクここに貼り付けます。ここから始まります。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲以上もアップロードされております。皆さんの好きな曲もきっとあります。曲名スペースガズレレというような感じで YouTube で検索していただければきっと出てくると思いますよ。もう1800曲も取り上げてますからね。はい、じゃあ早速レッスン動画入っていきましょう。マリリン・モンローさんのお熱いのが好き、 I wanna be love you。 まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンからやってみます。
I wanna be loved you マリリン・モンローさんの歌った名曲、シンプル簡単バージョンやってみました。なんかこう 甘い感じで歌いですよね。 I wanna be ってこうなんか鼻に抜けるちょっとセクシーな感じで歌いたくなっちゃう。いやーもうムード抜群、なんかこうおしゃれでジャジーでなんかこうダンディーでレディース・アン・ジェントルマンっていう感じですよね。このねゆっくりのね4つ弾きでも十分にこれ楽しめると思うし、これね英語の曲ですけど、英語の曲にしては結構シンプル簡単に歌える方だと思うんで、これ洋楽デビューにもこれ最高だと思います。ぜひ取り組んでください。一応これねフルコーラスバージョンでやってるんですよ。あのねマリリン・マンローさんの歌唱してるバージョンは感想のところがものすごい長いんですよね。映画の中で、ね、使われている曲なんで、その間にこういろいろなシーンが、こう繰り広げられたっていうのはあると思うんですけど、そういう感想部分は一切排除ですけれども、一応パートとしては全部やってます。でこれ、ね、簡単で繰り返してるだけなんで、本当にこれ洋楽初心者の方おすすめです。でこれねあらゆる世代でもねこれなんかこうおしゃれにプレイできると思うんで、ウクレレにさっとこうプレイするにはもう最高だと思います。まず1個目のゴール設定としては今やったシンプル簡単バージョンのガズさんと一緒に演奏できるようになったら1個目のゴール達成だと思います。とはいったって英語でねリズム通りにこうノリよく歌うっていうのは難しいと思うんで、そこをまず1個目目指してください。でできるようになった方おめでとうございます。どんどん次のステップに行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度は YouTube ガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初からいきなり歌詞とコードを覚えるっていうのはなかなか難しいでしょうから、最初のうちは楽譜的なものを見て、この楽譜からだんだん自分の中に落とし込んでいって、いずれは覚えちゃって、それこそこう大空に向かってこの曲歌うとか、そういうのがねいいと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるでしょうという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズが今手書きで書いてあるこのノートを見て演奏していったんですよ。これを見せるとですね、こんな感じに書いてます。はい。これ、もうちょっとしたらカメラにこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってやろうと思うんですけど、今はすごい便利なサービス。これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたお熱いのが好きを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から、毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたいな、この曲面白そうというのを選んでいただいて、その、手書き楽譜データをすぐにダウンロードできて、これ、ね、YouTube に連動してますからね、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれるものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで音楽をいろんな形で楽しむの、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半から、ラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送やってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。熱いのが好き、マリリン・モンローさんが歌っても、世界中で歌われまくってる、もうね可愛らしくてセクシーでノリのいい曲でございます。見ていきましょう。これ見てください、イントロって書いてある、下にくるっと囲ってるやつは後半でここにいろんなフレーズが入ってる。これでかっこいいバージョンはこのイントロめちゃくちゃ悶絶楽しいやつですからね。でここにもこうちょっとタブ譜が書いてありますけど、この辺に関してはちょっと後半のかっこいいバージョンでしっかり説明します。今やったのはこの上の段を CCCAmG7 止まるやったという感じですね。テロップとちょっと一緒に合わせて見ていってくださいね。でこんな感じで今映しておきます。ここもちょっと見てもらうとですね、あれ立ったとかいろいろ書いてる。これかっこいいバージョンでここ決めますけど、これシンプル簡単バージョンを伸ばしたみたいな感じでこんな風に進んでいくんですけど、はい、こうやって映しとくんで、今ひとまず一時停止して画面に映しとくんで、皆さん
ノートに書き出してください。あるいは、さっき紹介させてもらったガズクラブで、このデータを皆さんお手元にダウンロードしてもらうのめちゃくちゃおすすめですよ。すごくね、これガズのノートはめちゃくちゃ分かりやすいです。まずこの V の点とか、ここでね、言葉のタイミングが分かるようになってるんですよ。でこれ今日英語結構シンプルなんですけどね、なんかちょっとこの辺のところとかもね、こうかっこいいバージョンで決めが入ったりとか、こう分かりやすく、上の段はシンプル簡単バージョン、下はかっこいいバージョンね、こんな風になってます。ここもねちょっとね、あのポイントなんで後で説明します。かっこいいバージョンもね。はい、じゃあこれ写してください。書いていってください。1番2番。はい、OK。じゃあここね、ここが一応まあサビというふうにしときました。一応ちょっと流れが変わるところ。はい。で、この後、ちょっとこれ、歌詞はね、繰り返しになるんですけど、構成のちょっと案内をしときましょう。まずね、イントロやって、1、2やって、サビ行くでしょ。そしたらここ、3行くでしょ。そしたら、ここ見てください。サビへ行きます。ここにもう一回戻りますね。で、ここ戻ったら、今度ラストに、こんな風な感じです。で、これコード進行一緒なんですけど、歌詞が変わっていくという、でも、まあ歌詞もほとんど一緒ですね。だからもうめちゃめちゃシンプル曲。このシンプルな感じでできるってすごい夢みたいです。はい。で、最後のところは、ドゥビディドゥビディドゥビディダン、ドゥドゥビドゥ、このスキャットがまた可愛い。こういうのスキャットって言うんですよ。ドゥビディドゥビディとか、ダバンドゥビドゥバとか、こういうのがね、なんちゅうかこう、おしゃれでね、もうかっこいい。スキャット。はい。こんな感じでございます。さあ出てくるコード見ていきましょう。はい、ここちょっと赤く囲ってるのがかっこいいバージョンで出てくるんですけど、ちょっとね読んでいきますよ。 C と Am と F、D7、G7、この5つがシンプル簡単バージョンで今出てきたコードなんですけど、ちょっとねかっこいいバージョンでこの Fm と C7 っていうのが出てくるんだけど、この Fm は隠させてもらって、 C7 も入門コードなんですよ。これ超簡単ですからね。はい、じゃちょっとややこしいんですけど、この Fm 以外はですね、ガズレレでおなじみの入門コード、これガズレレ必須コードのグループです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽したいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。今日その中のだから、5個プラス1だから6個出てくるわけですけど、これ10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、安心してください。入門コードだから1個ずつ見たらどれもめちゃくちゃ簡単だけど、10個いっぺんに頭に入れようとするとごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にすずいすい覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っとくんで、ここ必見ですよ。10個のコードをなるべく早く覚えちゃってください。今日はそのうちの6個が出てくるよということでございます。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説にモリモリ入っていこうと思うんですけど、その前に、いくらこの曲が簡単アレンジになっていて、英語の曲でも簡単だよと言われてもですね、やっぱり英語の曲ってやっぱり最初歌うにはね難しいって感じる方いるかもしれないんで、ここでワンポイントアドバイスですけど、最初はモノマネでいいです。もうモノマネどころかニャンニャンでいいんですよ。最初は歌うことをちょっとねやってみてください。ニャン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 、これマリリン・モンローの歌声とね、猫のね猫なで声って言いますけど、まずニャンニャンで言って、慣れてきたところでちょっとずつ分かるところモノマネしながら歌っていく、こんな風にカジュアルに英語の曲ぜひ挑戦していただければと思います。この曲がさっと弾けるようになったら、なんかねなかなかタッピーで楽しいですよ。はい、じゃあそんなことを踏まえながらかっこいいバージョンの解説に入っていきます。まずかっこいいバージョンでコードがねもう一個追加、 Fm、 これがですねいいコードなんです。ちょっと、見ていきましょう。押さえる場所、こことんな風に押さえるのが教科書通りですね。はい、でガズさんの場合はこの上の場合、上のここを親指で押さえちゃいます。これはですねどっちでもいいです。どっちも押さえづらいんです。はい、ウクレレを高い位置で持ってる人は人差し、この人差し指で押さえる方がいいと思いますね。でガズみたいに置いたりとか、ちょっと低い人は親指の方が押さえやすい、いろいろこの弾くスタイルによって、変えて臨機応変に自分どっちがいいかなってやってみてください。このコードを使って、やっていきたいと思います。で今日ご注目なのは、ね、リズムなんですよ。リズム、今日出てくるリズムはこれドン、レトロビート久しぶりに出ました。これね原曲を聞くともっとファンキーなんていうのかな、なんていうのこうシャッフルなジャズっぽい感じなんですけど、まああえて、ガズレレをオリジナルのリズムでちょっとアレンジしてみました。レトロビートでいきたいと思います。レトロビート、今映ってるレトロビート弾き方、ここにちょっと注目。このねリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの一枚で、その中にそのレトロビートの濃厚解説レッスン動画がアップロードされておりますので、まあじっくり練習してみてください。一応ちょっと触れるとこんな感じ、 C を押さえてトンドラッタンダタッカトンドラッタンダタッカトンドラッタン、いいでしょ。ちょっとこれヴィンテージ感溢れて、まさにレトロビート、もうこのレトロなねもう優しいほっこりした感じが出る、この曲にふさわしいかなと思って取り上げていこうと思います。はい、じゃあちょっと今日ね悶絶のイントロをちょっとさっと紹介させていただこうと思います。ちょっとねまず弾いてみますわ、見ててね。ワン、ツー、スリー、フォー、かっこいいでしょ。ダダンダンダ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 ンダン、これを再現してます。まず解説します。1弦の3フレットを押さえておいて、人差し指でいいです。1弦の3フレットは、せーの3 3 3 5 3
ここがまず1個目のブロック。三三三五三。その次からちょっと細かいですよ。A マイナー行って C セブン G セブン、ここまで。はい。A マイナー C G セブン、ここまで最初からいきますよ。せーの、三三三五三。A マイナー C G セブン、ここまででワンセット。せーの、三三三五三。A マイナー C、はい。A マイナー A マイナー C セブン G セブンですよ最後。はい。その後フレーズが入ります。ちょっとタブ入ります。このタブの読み方わかんない方は概要欄に貼っとくんで見ておいてください。まず最初2弦の1フレット、その次2弦の0フレット、その次3弦の2フレットです。これを一瞬にして入れます。これプリングオフって言って引っかいて、右手見てて1回しか弾いてないけど、はい、こんな風にタランタンタランタン、はい、続けてやってみます最初から。せーの、かっこいいでしょこれ。最後のこれがちょっと早いんで難しいかもしれないけど、このプリングオフって言って引っかくやつ、ブーバン。このプリングオフについてもプリングオフハンマリングオンっていう風にカズレレで濃厚解説してる動画があるんで、さっきのリズムいろいろのところでちょっとそれ見てもらうのもいいかもしれない。伸びてる間に引っかいて離す、これをプリングオフと言います。もう一回超ゆっくりいきます。せーの、三三三五三。はい、もう一回。濃いでしょ。これゆっくり時間かけてちょっと取り組んでみてください。このイントロでもうね、この曲始まったなっていうのもわかるんですよ。はい、ぜひ挑戦してみてください。で、曲の中のリズムなんですけど、ここちょっと特徴的なとこだけやっとくと、歌の始まりいきますよ。 I wanna be loved by you。 ここのワンブロック2個のとこは G7 ダンダダンダ、こんな感じで言ってます。 I wanna be loved by you just you nobody else。今みたいに一回止まるのもかっこいいですよ。この I'm nobody、 この1行目もう一回やるね。 I wanna be loved by you just、 止めて A マイナー G7 B7、 こんな感じです。一瞬この止まるところがかっこいい。これ結構毎回入ってくるんで、これ特徴的です。もう一回ゆっくりやってみましょう。せーの、 I wanna be loved by you just you nobody else but you。はい、こんな感じです。あとは止まるとか、あと、ブーブッピドゥのところは、ブーブッピドゥとか、こう、カッティングで止めるとかっこいいですけど、右手で止めるとか、ありだと思います。今どこやってるかと、その後ですね。I wanna be loved by you alone. ドゥドゥピドゥ。ここで止めるっていうのがあるんですけど、右手でもいいし、カッティングできる人はパッと止める。こんな感じですね。こんな感じでこうね、さらーっとこう流れていくレトロビートでこう優雅に行きたい。こんな感じになってます。あと一箇所だけこのシンコペーション、サビの中で出てくる。ここのとこやりましょう。サビのね、サビやってみましょう。I could aspire to anything higher than to feel desire to。 次ですよ。You my own。 バドゥンバ、今の You my own。 ここでダンとリズムが一瞬前に食い込んできます。G7 で一回パンとこう前に食い込みます。Desire to make you my own。ダダンダダンって2ビート。ここでシンコペーションバッと一発だけダンとこう食い込んでシンコペーションで止めて、バドゥンドゥドゥビンってスキャットに入っていく。ここが特徴的ですね。あとはもうね、繰り返し。もうここだけです。もうひたすらこのパターンを繰り返すんで、この定型さえ分かっちゃうといけるやつですからね。はい。そして、やっぱりね、これ、やっぱこの、なんていうのかな、この時代感とか、マリリン・モンローの世界観とか、映画の世界観とか、そういうのミックスして、感情表現、あとはマリリン・モンローのあのなんか、なんていうのかな、あの、とろける感じあるじゃないですか。あれをイメージしながら歌うのもすごく大事だと思います。焦って、テンポが速くならないように、ゆっくりこう、とろけるようにね、こう、バターを溶かすみたいな、蜂蜜みたいな、そんな風な、こう、ゆったりした、まったりした感じがね、表現できるといいんじゃないかな、というふうに思います。まずゆっくりでいいんでね、ちょっとじっくり、細かいところも練習しながら、やっていきましょう。さあ、それでは、かっこいいバージョンいきますよ。マリリン・モンローさんのお熱いのが好き。ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる1, 2, 3, 4. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you,
ガズレレ流かっこいいバージョンやってみましたね。可愛らしくてセクシーでね、とろけちゃう曲、これは可愛らしいウクレレにぴったりの曲です。ぜひ皆さんゆっくり取り組んでいってみてください。はい、お知らせです。ガズのウクレレたちなんですけど、ただいま販売中になっております。そして今日使っていたね、このヴィンテージシリーズとか、いつものガズレレ使ってるガズモデルとかセミオーダーは予約受付開始中なんですけれども、今はですね結構早い納期になっていたりとかします。もちろんわがままウクレレ、薄レレ、初めてウクレレは即発送になっておりますので、はい、ここにリンク貼っておきます。細かいこと、ここに在庫リストとかもありますので、ぜひぜひご確認くださいませ。見るだけでもね楽しいことになってます。ぜひご注目ください。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、この後紹介するリッドミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上と大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。